洋勝ちではない人、どうもグリダットです。騙されたやついるだろ今ので。100回は練習しました、タイボンズの練習。まあ前日認可も来たんでね、今後もねどんどんやっていきたいとは思うんですけども、今日の動画はですね、 FIFA22 最新情報、まあ8月入ったのと、まあ先日ね、あのピッチノートっていう、まあ FIFA22 に関するね、あの変更点だったりとか載せてるものが公開されたので、自分が気になったところを抜粋して紹介していこうかなと思いますと。一応ピッチノートはウェブ上で見られるので、まあ結構ね、あのブワーってあったんですよ、ピッチノート長い分。まあここから抜粋してちょっと紹介していくんですけども、気になったところはね、まあもっと詳細にいろんなとこ知りたいよっていう方は、あの概要欄に載せておくので、まあそこから見てください。あとタイポンさんがね、あの実際 FIFA22 触ったみたいなね情報、動画っていうのを出してはるので、まあそこら辺もね、あの一緒に載せておいてもいいですよね。許可取ってないけど。ちょっと載せておくんで、まあ、それも一緒に見てくださいという感じで、早速見ていきましょう。はい、で新機能なんですけども、まあ、前からね、前の動画でも言ってた通りに、ハイパーモーションゲームプレイテクノロジーっていうですね、ハイパーモーションっていうものが追加されて、いろんなアニメーションだったりとかね、機械学習がねかなりね強化されたみたいな部分を言っていました。まあ、まあ、エクセンスのスーツ使用すると、あの、22人のね、プロサッカーの性格を多く研究しながら、まあ、いろんなところでキャプチャーができるよ。で、これをもとに、いろんなアニメーションだったりとか追加されるよってことではありました。まあ、これは新機能が、まあ、キャプチャーが強化されて、うん、よりね、人間らしい動きしてるよっていうことだとは思います。はい。と、まあ、パッと見る感じはですね、モーション部分に関しては、まあ、ぎこい動きっていうのが、ぎこい、まあ、不自然な動きって言ってんかな。不自然な、あの、動きっていうのはかなり改善されてるっぽいです。で、攻撃面に関しては、1秒あたりの最大6倍の意思決定を行うことができるってことになっているので、まあ、かなりね、攻撃維持、自分がボール持った時の他の AI っていうのが、かなりね、良くなってるんじゃないかなっていう話は出ていますと。まあ、ここはちょっと期待していいんじゃないかな。よりね、この選手うまいなって思うようなことがどんどん増えていくので、俺のね、プレイヤーレビューもはかどるよ。飯うまですな。もしよかったらプレイヤーレビューを見てください。今日、FIFA22の。はい。で、守備面に関してはですね、割とね、重要なことが書いてありました。で、その重要なことっていうのが、センターバックではないプレイヤーをセンターバックの位置に置くと、防御的な位置に悪影響を及ぼしますって書いてあるので、これはね、もし RB とか LB、まあ、サイドバックの選手をセンターバックに置いたりとかすると、割とね、AI、守備 AI に悪影響を及ぼすんじゃないかなと思っているので、なんで本職じゃない、まあ、ケミナで使ったらまあ別に使えるよみたいなこともどんどんなくなってくるのかなと個人的には思ったりはしています。はい、でもう一つの新しくなったっていう部分に関しましては、分析ですね。分析がね、かなり細かく出てるようなことが書いてありました。まあ、ここを見つつ何が良かったのか悪かったのかとか、まあ、そこら辺の分析でね、かなりはかどるんじゃないかなとは思っています。まあ、ここら辺プロクラブだったりとかっていうのを活かせるんかな。多分ここら辺もプロクラブ出てくると思うので、ここら辺を活かしつつ、どこが弱かったのどこをやったらやってなかったのかっていう部分がより鮮明に見れるので、割とここら辺ってありがたい機能なんじゃないかなとは思います。はい。でもう一つがですね、まあ、ダッシュドリブルの改善、スプリントを押した瞬間に爆発的なね加速するみたいな感じに書いてありました。まあ、これの動画を見る限りではこれが強い感じはしたけどね、ナツメグのような感じはしたけど、強いんじゃないかな、これ。そういったね、あの機能追加もされていたかなと思います。はい。という感じで、次は攻撃面見ていきましょう。はい、で次は攻撃面ですね。攻撃面では新しい攻撃戦術という感じで、まあ、攻撃戦術はなんかちょっと変わりましたっていう感じになってますと。はい。で、もともとはね、このビルドアップだったりとかそういった攻撃面のところに関しては、一つだったんですけど、21では。FIFA22は二つになったっていう感じでございますと。はい。で、この二つなんですけど、まあ、自陣、まあ、自分のハーフウェイコートにいる時の戦術と、相手陣地にいる時の、戦術
の切り替えができるようになったらしいです。はい。で、大まかに言うとこの4つずつかな。うん。バランス、ホイビルトアップだったりとか。うん。っていうのがなんか変わってるらしいですね。はい。はい。で、次はですね、パスに関することですね。クローズパスとシンプルパスのアシストが増えて、ファーパスと難しいパスのアシストが減りましたという感じで、割と、近い選手へのパス、アシストが、より濃くなってきたのかなとは思いますと。で、パスがね、難しくて、パスが遠いほど、なんかプレイヤーの照準とパワー入力をより正確にする必要があるらしいので、遠いところへのパスっていうのは、プレイヤーがかなり難しくなってくるのかなと思いますと。はい。これでプラスね、これ重要だなと思うのが書いてあって、スルーパスとロブスルーパス。まあ、スルーパスに関しては、ビジョンですね、視野によって決定されるらしいので、その品質に関しては。なので、まあ、ビジョンによってスルーパスの精度だったり、あっていうのは変わりそうですと。はい。ほんでですね、グランドパスとか、まあ、ロブパスに関しては、シュート、ロングパス、属性によって決定されるらしいですと。ここら辺もそうなんやっていう部分はありましたね。まあ、ここら辺がパスによる重要なところかなとは思います。はい、で、次はシュートですね。まあ、シュートに関しては、まあ、ディフェンダーがボールに近ければ近いほど、まあ、かなりね、枠内に入ることが少なくなってくるっていうことを書いてありました。で、プラス、変な角度、かなり、シュート狙う厳しい角度に関しては、パーセンテージでかなり減少してるっていうことを書いてあるので、まあ、ここら辺もね、そんな入らんやろみたいなことが、まあ、低くなった、のかな、とは思います。はい。はい、ということで次はドリブルに関してですね。なんかドリブルに関してはね、新しいスキルっていうのが追加されたとは思います。スーパーノックオンというものがありまして、まあ、右のね、スティックを前方にダブルフリックしたら、まあ、かなり大きくね、映像にある通り、前に蹴り出す。みたいな感じのことができるようになったらしいです。はい。まあ、ここら辺はね、ナツメグでなんかこういったようなことしてる人も見かけるので、割と欲しかった機能じゃないかなと思います。はい。で、スキルなんですけども、ダブルタッチ、エラシコ、スクープターンのキャンセルがね、できなくなりましたって書いてありましたね。まあ、ここら辺めっちゃ強かったみたいな、めっちゃ使ってる人がいるんで、やっぱここら辺は強かったので、まあね、キャンセルさせたのかなと、個人的には思いましたね。はい。ほんで、プラス、ナツメグ。かなのアニメーション速度が低下しましたって書いてあるので、まあ、下方修正されたのかなって思います。まあ、ナツメグめっちゃ強かったからね。まあ、さすがに、まあ、2222では予約しようってなったんですかね。はい。で、一番ね、重要だなと思ったのが、初めてのスキル移動っていうことで書いてありまして、まあ、障害タッチにスキル発動が可能になったらしいです。一回ね、タッチしないとスキルっていうのは、なんかできなかったんですけど、まあ、それがね、できるようになったっぽいです。うん。これはすごいありがたいなと思います。なんか、なんでできないんだっていうことが結構ね、あったんで、俺はね、こういうドリブルスキル、初回でできるようになってるのはすごい嬉しいかなと思います。はい。ただなんか、ナツメグだったりとか、なんかそこら辺のやつはね、なんかできない、ことは書いてあるので、まあ、できるやつできないやつっていうのは一応ありますよっていうことを書いてありました。はいはい。で、それプラスね、なんか新しいスキルっていうのがいくつか、追加されてるらしいです。はいはい。次は、守備面ですかね。ちょっと紹介していきたいと思います。はい。で、守備面ですね。ゴールキーパーの書き直しということが書いてありました。なんかゴールキーパーはかなり強くなってるんじゃないかみたいな話が出てたんですけど、やっぱりね、書き直しということでかなり強くなってるらしいです。はい。なんかいろんなね、ゴールキーパーのスタイルっていうのがよりね、個性的に いろんなゴールキーパーが出てくる感じになってるらしいので、いろんな動きするキーパーがあるらしいので、自分に合ったキーパーっていうのが、まあ、いい人によって結構変わってくるのかな、好きなゴールキーパーと変わってくるのかなって個人的に思いましたね。はい。はい。で、次がですね、ブロックに関しての話ですね。何かしらね、プレイヤーがジョッキーしてる時に、自動でブロックしてくれるみたいなのがあったらしいんですけども、まあ、プレイヤーがね、ジョッキーしてない場合、自動ブロックっていう、ここがなんか低下するらしいです。なので、しっかりジョッキーとした時は、しっかりブロックしてくれるっていうことが増えるらしいですね。はい。で、それプラスね、なんか手動ブロックっていうのが追加されたらしくて、今まではね、四角、まあ、タックルボタンかわかんないですけど、タックルボタンの時とかは、ブロックっていうのが出てこなかったんですけど、まあ、ここはね、手動でできるようになって、
自分の予測でねブロックすることができるっぽいので、まあここら辺でね、あのよりよくブロックできるようになる、よりよく守備ができるようになるっていうのが、あの新しい改善されたところかなと思います。で次がですね、スプリントジョッキーの最大速度のパーソナリティ効果が追加されたらしいですと。はい、でどういうことかというとですね、速度ですね、最大速度に関しましては、なんか防御意識の能力が変わるということになってくるらしいです。はい、これがねマックスの間に行けば行くほど速くなるし、まあ行かなければ行かないほど低くなるしみたいなことが書いてありました。はい、で次は囲い込みに関してですね、まあ、囲い込みに関しては21に関しては時間制限というのはなかったんですけど、22になった場合時間制限があるようになりました。まあ、囲い込みボタンを押するときに、なんかスタミナが、封じ込みスタミナみたいなのが配置されてるらしくて、なんかゲージかわかんないですけどね。だからそういうのが出てるっぽくて、それがね、使い果たした場合、もう囲い込みができなくなるっていうことが、起こるらしいです。まあ、むやみにね、その囲い込みを押すみたいなことはなくなってくるのかなと思いました。はい。でその囲い込み時、まあプレスですね、味方のプレスに行くときに、まあスタミナだったりとか、まあどれだけ近づくのか、ボールに近づくのかとか、そういったものに関しては防御意識だったりとか、そういったものに関係するよってことも書いてありましたね。はい、で次はですね、切り替えに関してですね。で切り替え、プレイヤーの切り替えに関してはかなりわかりやすくなったかなと思いました。はい、でこれを見てほしいんですけど、こういった形で表示されるようになりましたね。右スティックの右押したらこの選手切り替わるだったりとか、これが分かりやすくなったので非常にね、プレイヤーの切り替わりっていうのが視認性、思ったところに行ってくれたっていうことが増えて、イライラっていうのはなくなるんじゃないかなと思いますと。俺はね、ここは本当にありがたい、めちゃくちゃありがたいと思いました。なんで切り替わらんねんって思う時は結構あったんで、これがあるかないかによってかなり変わったかなと思いましたね。はい、で守備戦術に関してですね、次は奥行きと幅のスライダーが1から100の範囲になり、より微妙なカスタマイズが可能になりました。まあここまでいるのかというと分からへんけど正直まあ結構個性は出そうよね、正直。うん、出するかなとは思います。出てほしいけどねこんなするやったら。はい、はい、で次はタックルに関してなんですけども、まあ、タックルがねかなりね改善されているっぽいようなことが書かれてあって、タックルバックの改善っていうのが書いてありました。でこのタックルバックって何ぞやっていうことなんですけども、まあ、タックルした時に、まあ、相手攻めてきてる方がそのボールをね素早く取り返しに行くみたいなことがタックルバックっていうんですけど、それがねこの公平性を優先するためにそのタックルバックの量をね減らすように変更したらしいんですよ。プラス防御側によ よりね有利になったみたいなことがあるとは思うので、俺は結構いいかなと思いました。まあ、全くなしだとなしになってるわけではないんですけども、まあ、ここら辺はねかなり俺は嬉しい改善かなと思いましたね。はい、っていう感じで、まあ、ここら辺が大まかに、自分が見たここら辺がねかなり良くなったんじゃないかとか、ここら辺の変更嬉しいなっていうところでした。はい、じゃあ最後にですね、その他の新情報みたいなところちょっと紹介していきたいと思いますと。はい、その他の新情報ですね。なんかプロクラブに関してのことが情報出ていました。で、プロクラブで女性キャラがね、追加されるということで、まあ、ここら辺はちょっとワクワクする部分ではありました。ほんで、昨日ね、何かしらそのプロクラブに関しての情報が出てきたので、ここら辺はまたね、明日か明後日ぐらいにまた出そうかなと思いますと。はい。まあ、ということでね、まあ、FIFA22 のね、ちょっと更新情報でね、今後もね、やっていこうとは思うので、週1ぐらいでやっていこうかなと思っているので、もしよければね、この動画もし参考になれば、高評価とチャンネル登録ぜひ、よろしくお願いいたします。いやー、これはね、まあ、パッと見た感じは、ピッチノブと見た感じは、かなり面白くなってる。21より面白くなってる。こんなん、買いやろ。うん、買いやって。うん。まあ、俺はまだ買ってないんですけどね。